いいものはいいんです。当初の熱も冷めた納車から約2ヶ月。走行距離は600キロ。燃費は街乗りオンリーで10キロ。高速は走っていません。車幅が1835ミリ、全長4720ミリなので、試乗の時は感じませんでしたが、思ったよりでかいです。最近よく見かけますが、ブラック、ホワイト、ブラックパール、たまにアゲハ、シルバーって感じかな。また、BMW の1シリーズ、ベンツ A、B クラス、アウディ A1、A3 スポーツパックを乗ってる、比較的若いお兄さんも見かけます。ハリアーと価格が遜色ないからね。10人と色ということで、エンジンは2リットル4気筒の NA だから、走りを求める人には向いていません。また、十分減速してコーナーリングしないとロールします。ジーズは大丈夫かな？ナビは、車外の7インチワイドで十分ですね。一般的に、車は、年収の半分程度が理想とされていますが、若い時に限って、いい車に乗りたいんですよね。私も、25年ほど前ですかね、クラウンの V8 をキャッシュで買って乗りましたよ。3年後に手放しましたけどね。住宅ローンを抱え、車も、となると、一般的なサラリーマン世帯では、2から300万程度が限度じゃないのかな。住宅金融支援機構の35フラットも元利均等だから、最初の10年は利息だけですよね。妻が不動産の営業をしていますが、20代から40代の夫婦で子供1から2人、車はワンボックス、アルベル、エスティマ、セカンドカーで計、世帯収入は400から600万程度で、2から3000万の住宅ローンを組む方が多いようです。不動産屋は売ってしまえば、買継のお客様となるわけですよ。ディーラーも同じです。営業のノルマがありますから。車両価格だけで300万を超えるハリアーは庶民には高すぎますよ。またコスパも悪いです。またオーナーの皆さんは30系ハリアーがレクサス RX に引き継がれていることは承知していますよ。それでも60系ハリアーがいいんですよ。私はスタイルがお気に入りで購入しましたが、最近はアルミホイールもかっこいいなぁと思い始めました。ホワイトは DOP のガラスコート不要ですね。使用してるコート材は2000円程度で、使用量は半分以下ですよね。私はシュアラスターのゼロドロップで、塗装が安定する製造日から、1ヶ月後に1回、1週間後に、もう1回施工しました。ガラス、ホイールにも施工しました。綺麗に水を弾いてます。タイヤには同社の水性ワックスを使用しています。ソナックスのホイールクリーナーもありますが、ブレーキダストが目立つドイツ車向きですね。ハリアーには使用できません。駅前の駐車場に停める際は駅のロータリーを一周しないといけないのですが、注目の的ですよ。自意識過剰ですかね。わらハリアーから颯爽と降りて出勤、最高です。コスパや走りを評価するのは自由ですが、欲しくても買えない人が多いように感じるのは私だけですかね。